第4回ですね。で、ここはちょっと話を変えましてね、国際的な情勢を、2、3分で、僕が若い頃っていうのはソ連があったんですね、ソビエト連邦、でいいのかな、そういうソビエト連邦、冷戦と言われましたよね、冷戦。で、それが1990年頃、崩壊した、簡単に言うと日本のバブル経済も崩壊してしまった、でそれから失われた10年とか20年とか言われて、もう30年ぐらい経つんですよね、30年経つっていう、平成30年でね、というところですね。で、今はおそらく中国、中華人民共和国かなと、そのアメリカ合衆国がもうほぼ世界の、地球の国でいうと、国家でいうとリーダーである。で、中国では新疆ウイグルという地区があって、そこの人たちがね、なんていうか中国人になりなさいっていうようなことをされてるみたいですよね。それはそういうことをしないと中華人民共和国自身が崩壊のきっかけになるかもわかんない。今香港でもなんかデモが続いてると思うんですけれども。で、日本と今韓国ですね、韓国の仲が悪いというか、照射したとか照射しなかった、あとはイランのニュースも知ってますけれども、あとイランは基本的に自立できる国っていうんですかね、で、核を所有の問題になってると思うんですけれども、あるいは石油の産地、ちょっと前はね、シェールガスってことがアメリカで言われたんだけど、やっぱり最近あんまり聞かないですね。それはそうとして、韓国はね、ちょっと前は日本では韓流といって韓国の文化が流行したんだけれども、どうも仲が悪い。で、南側とその北が接近してるってことですね。これはおそらく南北朝鮮統一という方向になると思いますよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、中華人民共和国がさらされてしまうと僕は考えてますね。中華人民共和国がさらされています。つまり北朝鮮、言っていいのかな、北朝鮮という国があったから、南側あるいは西側とその中華人民共和国のボーダーが存在した、なんとなくボーダーが存在したけれどもということですね。これ以上のことは言わないけれども、それが国際事情と思います。中国はなんていうんですか、例えば東欧と結んでるとかね、なんかこっちにはニュースはなんとなく入ってくるんだけど、だから敵の敵は中国の味方っていうことですね。それはいいとして、だから国際事情はそういうことなんだけれども、その今言われているアセンションっていうのは、従来のその、資本主義的なライフスタイルから外れた人たちが増えている。で、もう一つはインターネットビジネスもそこそこ発達してるっていうところですかね。で、若者、ニートとかフリーターと呼ばれる人たちも合流している。で、少し前の N 国党に関して言えば、浅間山荘事件以前のその学生運動シニアが合流しかけたんだけど、ちょっとどうかなと、しぼんじゃったかなとは思いますよね。国際的に
国際的な動きも、まあ、私の知らないところでむしろしたいことが多いと思うんですけれども、まあ、それと、まあ、スピリチュアルの、流行ですよね。で、ただもうそれはアセンション後の世界っていうのは穏やかな世界になるんじゃないのかなと、思ってるので、まあ、本当に親子関係とか友人関係とかね、そういうのが重要視されるような、地球規模で、そっちに近づいていくんじゃないのかなとは思っています。で、これが何回だったっけ？タイトルに書きますけれども、で、まあ、ちょっと国際事情について私なりに言ってみましたけど、はい、以上です。